あ、ご主人がショコラのことエロい目で見てる。にゃーん、ご主人様のエッチ。ご主人様、ご主人様のお店の制服ショコラ似合ってますか？よかったよかった。選んだのは私だけど、まあできる範囲で頑張る。うわーい、ご主人様にも褒めてもらっちゃったね。明日から一緒に看板猫として頑張ろうね、バニラ。せっかくご主人が用意してくれたし、適度に頑張る。私はそういうことする猫じゃな、ショコラ。ダメだって、にゃ。それ、スカートじゃな、にゃ、にゃというやつでは。すごい、すごいです、ご主人様。お店の住所とか電話番号まで書いてますよ。お店の情報が丸バレの一枚。個人情報保護にうるさい時代に危機感のない。欲しい。もらってもいい？はい、はーい。ショコラも、ショコラも欲しいです、ご主人様。猫パラ。じーじーにゃっ、にゃっ、じーじーにゃっ、にゃっ、探しですか？はい、もちろんございますよ。こちらになります。
この手の本は多いですけど、でも結局猫それぞれなんですよね。人型猫は言葉でコミュニケーションが取れますし、ちゃんと話をしていれば大丈夫ですけどね。あちらの猫ちゃんたちのご主人様ですか？そうでしたか。ではおすすめの本出しますので少々お待ちくださいね。お待たせしました。こちらの本なんてどうでしょうか？もうあれだけ手がかからないなら、飼い方というよりは猫の特性を学ばれた方がいいと思いまして。今さら言葉とかトイレお風呂の教え方なんて必要ないと思いますし、これから成猫になるにつれて発情期とか身体的な成長も現れたりしますから。パートナーとして、仕事のパートナーとして、趣味のパートナーとして、飼い主さんと猫ちゃんとの関係も家族によって様々ですからね。専門的な本には劣りますけども、最初の入門編としてはこちらがいいかなと思います。でもあれだけしっかりした猫ちゃんたちですし、人間と同じように話をしてあげれば大丈夫だとも思いますけどね。ありがとうございます。あともう一つなのですが、猫ちゃんたちが大変気に入っていたようですが、あちらはどうなさいますか？Thank you.
解です。ショコラはご主人様についていくのであります。ところでご主人様は何のお薬を買うんですか？お薬って痛かったり苦しかったりするときに飲むんですよね。もしかして主人様どこか痛いんですか？それなら病院行った方がいいんじゃないですか？でもショコラが熱出して辛かったときはご主人様がお医者さんに連れて行ってくれましたよ。今回はいろいろあるんですね。あ、お隣に病院がありますよ。ここにお薬がなかったらお隣に行くんですね。さすが人の文明は便利なようにできてるんですね。当たらないですね。こっちからバニラの匂いがしますよ、ご主人様。
私も替え玉が欲しい。ペロ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 。ご主人様のお手伝いできますもん。別にショコラは味見がしたくてご主人様のところに来たわけじゃないのです。私は猫だから味見役でいい。ご主人おかわり。大丈夫です。なくなってもショコラがたくさん作りますからご安心を。おお、ショコラが燃えている。これは期待せざるを得ない。ご主人ストップ。ご主人様が作ってたのを見てたから大丈夫ですよ。ショコラにお任せあれ。まずはお鍋にミルクと、あとひまわりの種入れるんでしたっけ。ショコラ、せっかくだからいっぱい作ろう。そしたらカスタードヘブン。了解、任せちゃって。生クリームも入れた方がきっと美味しい。生クリームは任せて。うわっ、よっ、あ、ちょ、これ甘っ。あ、ショコラ、もしかしてこれは非常に危険な、いわゆる。ご主人様、濡れた猫ちゃんみたいに頭プルプルして。しぐれちゃんがいい毛艶だから伸ばそうってずっと伸ばしてますからね。長く感じるのはきっとご主人様がずっとお風呂入れてくれなかったからですよ。ご主人は面倒くさがりだから仕方ないね。飼い猫のお願いも聞いてくれないご主人だから。恥じらんよ。しぐれちゃんもたまにそう言うんですよね。でも恥じらいって言われてもピンとこないよ。そういう人の感情は発情期を迎えてもいない猫には難しい。ご主人様がパパですか。
といいですけどね。悪くはないってことにしといてあげてもいい。せっかくだしご主人様が洗ってくださいよ。じゃあケチなご主人に代わっていつもみたいに私が洗ってあげちゃおう。ご主人わざと顔に。猫パラ。途中におさわりはダメですよ、ご主人様。セクハラ。ご主人、そういうのをお客にしちゃダメ。私なら、そこそこ我慢してあげるから。主人様、ショコラ。猫パラ。
ご主人様、お店に近づく人影ありです。戦闘態勢はいいですか？ Are you ready？ 先にこっちから捕まえに行った方が早い。うまくやるから私に任せて。するぞ。いにゃちゃん、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。キャー、なんですか？ご注文はにゃんでしょうか？おすすめはあれです。あれです。ケーキ。紅茶もあるの。その暖かいのと。冷たいのと。ふむふむ、立地といい、色使いといい、なかなか素晴らしい店構えじゃのう。内観のセンスもシンプルを基調に、小物なども落ち着く空間作りで素晴らしい。ふむ、気に入った。ここにあるケーキは全部わしが買おうではないか。さあさ、店主、ありったけケーキを詰めるがいい。カードって使えますよね。ははは、しぐれとはなんぞ。お主、誰かと勘違いしてるようじゃの。そんなプリチーで一途な兄様の妹のような娘っ子がこんなところにおるはずないではないか。よいよい、無礼は気にするでないぞ。せっかくの開店日に水を差すような真似はしたくないからの。とりあえずたまったありったけのケーキをよこすがよい。いいねで買おう。早くせい。客をより好みするとは何たることじゃ。そんな態度では毎日通って開店と同時に買い占めてくれる乗客を逃してしまいますぞ。商売とは稼げる時には非常にでも稼がねば成り立たぬのです。それに兄様にそんな冷たい目で見られたら悲しいのです。これでも何か力になれればと思って今日まで我慢をしましたのに。しぐれちゃんではな。あ、ちょもっと引っ張るでな。
よう、数日ぶりだな、ショコラ。何が？あら、それが制服？かわいいじゃない。孫にも衣装って感じで。ショコラちゃんもバニラちゃんも元気そうでよかった。急にいなくなっちゃうから心配したんだよ。そうだよ、すごくすごく心配したんだよ。カショウ様についてくなら一言言ってくれればよかったのに。ごめんね、ついつい勢いでのことだったから。また会えたから問題ない。みんな元気そうで何より。猫たちも感動の再会を喜んでいるようで何よりですね。お久しぶりです、兄様。元気そうで安心いたしました。妹に愚問です、兄様。一言で言えば妹の愛にございます。まるで芸風のように言うのはやめてください。しびれは本気ですのに。よいよいよ、素敵なショップカードにございますね。さすがは兄様です。引っ越しの時に送り出してくれた取引だから仕方ない。その通りにございます。決してショコラやバニラが悪いわけではないのです。ですから責めるなら、この妹めをソフトめな言葉責めにてお願いします。ちょっと強気めで。とても心配しておりました。ご健勝で何よりです。もうカショ水くせえだろ。しぐれも他人じゃねえんだからさ。しぐれはここ数日本当に気が気じゃなかったんだぞ。私たちの飯忘れるくらい。ねえ、ほんと困っちゃったわよ。檻に入れられた動物みたいに部屋の中をぐる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 回ってはため息、ため息でさ。連絡先を教えるくらいすればいいのに。そんなに私たちと縁を切りたかったなら別だけど。どうせあれだろ、一人で何も言わず去ってこれかっこいい。どうか思ってたんだろ。この男って本当に面倒くさいわよね。でもアズちゃんも姉ちゃんもとっても
も心配してたんですよ。2匹ともしぐれちゃんのパソコンとか携帯電話でカショウさんの名前を必死に検索したりしてね。2匹とも素直じゃないからね、年長者の割に。私もいざとなったらしぐれ様の代わりに自分の足で探すつもりだったけど。耳には入らないようにしておきますので、ご安心ください。そんなことは何も。私はいつでも兄様を見てきましたし、これからも応援していますから。でもお母様は兄様のことをとても心配していらっしゃいますよ。落ち着いたら一方だけでも連絡をしてあげたら安心すると思います。はい、では約束の指切りです。でも兄様のソフトな言葉攻めも少し期待はしていたのですが。でも本当に立派で素敵なお店ですね。もう兄様が隠れてケーキ作りをしなくても良いのだと思うと、しぐれまで嬉しくなってしまいます。家の和菓子も好きですけども、兄様のケーキは世界で一番ですから。これでもう本当に兄様が家には戻らないと思うと、寂しさで胸が締め付けられてしまいますが、でもきっとこのお店もたくさんのお客様に愛していただけることでしょう。私、洋菓子店の厨房は初めて拝見しました。やはり水月家の和菓子の厨房とは置いてあるものが違うのですね。兄様はこちらでケーキをお作りになるのですね。和装の兄様も垂涎ものでしたが、パティシエバージョンも女心にキュンキュン来るものがあります。ああ、許されることであればライブカメラを設置して兄さんのお姿を24時間めでられるようにしたい。でもショコラもバニラも元気そうで安心しました。兄様ならきっと受け入れてくれると疑っておりませんでしたが。厳しいしつけも愛情あってこそですから、猫たち自身のためにもです。おりませんから。でもお店で働かせるのならちゃんと資格を取らせないとですね。違いますよ兄様、そうではなくてですね、猫を単独行動させたり従業員として扱うには、対象の猫に単独行動許可証という資格が必要なのです。
許可証なく外を歩いたりしたらば、猫は警察に補導されてしまいますから。それに許可証なく従業員としては使えません。無料のお手伝い程度ならまた別の話なのですが。ちゃんと全員いつでも持っていましたよ。では兄様、どうぞこちらへ。まあ猫として鈴くらいは持ってないとね。自由に外も歩けないなんて不便でしょうがないし。私らは猫の中でも選ばれし猫ってわけよ。そんじょそこらの猫とはちげえってわけだ。一応合格割合は10匹に1匹くらいって言われてますからね。もうゴリゴリってくらい勉強も大変でしたよ。しぐれ様の猫なのに鈴持ちでないなんて、それはご主人様に恥をかかせてしまうことだからね。猫の身分証明書代わりになりますし、これがあると何かと便利なのですよ。人の集まるペット禁止の施設やイベントでも問題なく入れますし、他にもGPS 機能で迷子にもならないですしね。自分の店内で少し働かせるくらいで文句は言われないですが、従業員としてちゃんと使うならば資格は取らせた方が良いかと。ショコラとバニラもそろそろ鈴を取らせようかとは思ってはいたのですよ。ですからこれもちょうど良い機会かもしれませんね。ね、ショコラ、バニラ。ご主人様のお役に立てるのでしたら頑張ります。すっごく頑張りますよ。これでみんなと一緒にお出かけもできる。仲間外れは寂しい。もちろん飼い主である兄様の協力も必須ですからね。その通りです。人間社会の常識を身につけることによって、もっと豊かな生活を送れるのです。はーい、ショコラも鈴持ちになってご主人様と遊園地とか行きたいです。私は遊園地もいいけど水族館に行きたい。イルカとかペンギンとかシロナガスクジラとか見たい。私も鈴をもらう前は留守番とかもあったから、寂しい気持ちはよくわかるよ。応援してるから一発合格できるように頑張ってね、ショコラ、バニラ。うんうん、これだから頭でっかちなメイン君は困るよな。別に合格さえすりゃ回数が問題じゃねえんだよ。もらえる鈴は同じなんだしよ。それが唯一の自慢とか。乳臭いガキすぎてお里が知れるわ。離乳食でも食ってろっつうの。自分は試験に2回も落ちたからってひがむことないんじゃない？はっ、もしかしてその短い手足が実技で不利だったの？なんだとこら！これがマンチカンのアイデンティティなんだよ！ガキが猫語るなんて2000万年早えんだよ、このダボハゼが！無駄に年だけ取ってる猫に先輩面されたくないね。尊敬されたければそれだけの価値のある背中を見せてほしいな。喧嘩はダメだってば。二人とも落ち着いてね。そうだよ、あまりストレス溜めると円形脱毛症になっちゃうよ。あ、そうだ、こないだご主人様が買ってくれたおも
小豆もココナッツも本当に飽きないわね。毎日毎日。あ、もう暴れるなら埃立つから外でやってよね。外で。水無月家の平常運転だね。ソレイユでも変わらず。メイプル、紅茶入れてあげる。何がいい？おすすめはダージリソー。バニラは素直で可愛いわね。おすすめちょうだい。あと名称はダージリンね。オッケー、任せといて。お客さんとして初入れはメープルに捧ぐ。はい、喧嘩は終わりですよ。様の新たな門出の日に喧嘩とはどういうことですか？そんなことでは鈴持ちの水無月の猫として恥ずかしいことですよ。ショコラたちまだ鈴持ちじゃないけどね。ねえ、だからまだ恥ずかしくない。私は喧嘩してないし。はあ、もう大バカたちのせいで今度とばっちりね。んだとてめえ、実は一番ビビリで情けねえくせに余裕ぶりやがって。夜トイレに行くときは部屋と廊下の電気全部つけていかないとダメなくせにね。にゃあ、私は夜行性とか夢とかそういう本能に流されない猫だって言ってんでしょ。このバカにゃあたちが。そんなところがめいちゃんの可愛いところですからね。普段のタカビも可愛く見えてしまうというか。ふしゃー、魔法少女みたいな格好してるくせに私のことバカにして。魔法唱えさせて YouTube に動画アップするわよ。ひどい。インターネットの海に放流したら一生消えないんですよ。それに魔法少女だってシグレちゃんが似合うって言ってくれてるんですから、いいじゃないですか。にゃーん。はい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 、静粛に静粛に。繰り返しますが、今日は兄様の新たな門出記念日、私の新たな祝日が生まれた日です。そしてここにあるケーキは先ほど全部私めが買わせていただきました。よって、今日だけは猫たちも好きなだけ食べていいですよ。マジでか、シグレ、ニコ食いとかしてもいいのか。全部食べ放題ってことは、ワンホール全部食べてもいいってこと？ケーキならお茶はアールグレーにしてもらえる？ああ、もちろん。温度はぬるめにしてね。はーい、お任せあり。ご主人様もしぐれちゃんも紅茶でいいよね。私も手伝う。看板猫として初働き。はーい、じゃあ私は外に売り切れ閉店の紙貼ってくるね。兄様、妹めはあんおあんお所望にございます。お買い上げサービスにそのくらいのサービスはしてもいいと思うのです。あーおめえ、おめえらごらん。歌唱のやつもなかなかやるじゃねえか。まさか僕の猫性にケーキワンホール食べれる日が来るなんて。あ、し
幸せ。僕は今猛烈に幸せだ。いい香り。やっぱり猫舌にはぬるめよね。お茶受けにアップルパイちょうだい。私、焼きたてのアップルパイが食べてみたかったんです。芭蕉さん、御所ですからお願いします。ご主人様、シュークリームがもうなくなっちゃいました。至急増産をお願いします。ビシッ。ご主人、茶葉のストックに手が届かない。取って。猫パラ